はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。割と小さめのシンクパッドとなっています。シンクパッドのエッジという機種ですね。こちらの方ジャンクで2980円、ちょっと高いのかなというふうに思いますが、落札の方しましたので、まあ、なんでいつの間にしたんだろうっていう感じですが、なんかポチポチしたんでしょうね。こちらの方ね、ちょっと確認をしていきたいなと。でこちらの方はですね、ハードディスクなし、まあ、4GB メモリーが載っている、なんせ古いっていうところでジャンクで出てきているという状況なのかなというふうに思いますので、まあきちっと整理して動くのかどうか、いろいろちょっと試してみたいなというふうに思います。ちょっと外観の方がこうね、前面の部分傷だらけになってます。かなり年代もの。左側の方にこちら SD カードリーダー、 USB のポートが2つ、背面がこれ電源ポートと、こちらの方でバッテリー結構大きめですね。 D サブ、右側面に HDMIと USB 有線 LAN のポート、イヤホンジャックっていう形の構成となっています。ちょっと開けてみようかなと思いますね。はい、開けた感じこんな感じですね。割と綺麗めかなと思いますね。ちょっと時代を感じさせるところはありますが、画面 12.5 インチぐらいですね。シンクパッドエッジと書かれてます。キーボードの欠損等はありませんが、ちょっとキーが剥がれてる、まあ、ちょっとだいぶ使うたなあいう感じですね。 Core i3 のシールも貼られてます。ちょっと早速電源つないでみて BIOS の確認等をちょっとやってみたいなと思いますね。じゃあちょっとやってみよう、いくぞ。電源スイッチオン。はい、というのでこちらね、 BIOS きちっと出てきましたので、ちょっと詳しく見ていきましょう。はい、というのでね、こちらの方が BIOS の感じになりますね。 BIOS デートが2011年の2月の14という風に書かれてます。はい、そして CPU タイプ、 Intel Core i3 CPU U380、 初期型だな、だいぶ前のやつですね。あー、そうか、だいぶ古そうだ。パワーはちょっと厳しいかもしれないですね。そして 4GB のメモリーが載っていると。ストレージがね、載ってないという状況で購入、そして AC アダプターも付いてないという状況なので、とりあえずはそれ以外あまり問題ないんちゃうかなと、普通に復帰するんちゃうかなと思いますので、確認の方をしてみようと思います。それではね、裏側開けて SSD の方ね、ちょっと入れてみて、きちっと Windows 10インストールできるかどうか試してみたいと思います。はい、というのでね、開けてみるとこんな形になってましたね。メモリ2枚差し、2ギガ、2ギガで4ギガ、8ギガにできへんかな。こちら SSD、 こうマウンターがないんでちょっとプランプランするかもしれません。こちらに M.2 かな、これちょっとさせるようになってるので、何か増設ねできるかもしれません。結構アクセスしやすい形になってるから、ちょっとメモリを交換してみようかなと思いますね。はい、ということでですね、 Windows 10のインストールできませんでした。っていうのでですね、 USB メモリーから Windows 10のインストール試みたんですが、失敗に終わると。そしてまあ古いのでね、 DVD からインストールできるかなということで、 DVD ドライブからインストールも試みましたが、 Windows 10自体を全く受け付けない感じ、ブルースクリーンを繰り返してしまうという現象が起こって、本体の問題なのかなとかいろいろ考えてたんですが、ちょっとまあ SSD がダメなのかなというので、ハードディスク、こちらの方に積み替えてインストール作業とかやってたんですが、たまたまね、ハードディスクの方に以前何かのシンクパッドの OS が入ってたらしく、 Windows 7ですね、そちらの方で勝手に立ち上がったので、一応そちらの方で整備を終わらしたという状況になっています。
はい、そこでねプロパティでね、状況を見てみると、Windows のエディションが Windows 7 Professional、 そして、プロセッサーの方が Intel Core i3 CPU U380 1.33GHz、 一番初期の Core i3 なのかなというふうに思います。実装メモリ2GB、 これ2GB しかちょっと読み取ってないなという感じなので、おかしいなと思いますね。そして、これがねちょっと致命的だなと思うんですが、 32bit のオペレーティングシステム Windows 7の 32bit 版が乗っかってるっていう状況になっています。そこでシネベンチ等を走らせることがちょっと難しいなっていうところもあるので、このハードディスクはハードディスクでちょっと置いておいて、Ubuntu 系のゾーリン OS、 こちらの方をちょっと入れれるかどうかベンチマークね試してみたいなというふうに思います。64bit でないとなかなか使いにくいなというところもありまして、ゾーリン OS の15、こちらの 64bit 版でちょっと動くかどうかも試してみようと思います。ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでですね、無事にゾーリン OS のインストールに成功しました。やったゾーリン OS はねインストールしやすいんだろうと思いますよ、誰でもインストールできると思うんですが、一応ねまあこういう形でうまく起動してます。 Windows 10とかはインストールできませんでしたが、 64bit 版という形でインストールできました。そこでね Geekbench っていうのがクロスプラットフォームだよっていうことで、今回この Geekbench でベンチマーク数値を比較してみようというふうに思ってみます。はい、というのでね、今回、ギークベンチっていうので実行してみたんですが、こちらの方が結果の方になってますね。シングルコアの値が243点、そして、右側のマルチコアスコアの方が554点というふうな形になりました。こちらの方が Core i3 の 380U っていう CPU ですね。まあ、この数値だけ見てもね、あそうなんみたいな感じなんですが、他とちょっと比べてみようと思います。はい、というのでね、Geekbench 5でそれ以外の PC、CPU についてもちょっと調べてみました。一番左上が今回の243点シングルコア、マルチコアで554点という形になった Core i3U380 のシンクパッドのエッジの結果になりますよね。そしてそれ以外の結果、右上、こちらの方が同じ Core i3 なんですが 10110U、まあ、第10世代の Core i3、まあ、当然数値は違うとは思うんですが、シングルコアの方で868、そしてマルチコアの方で1666点という形になってます。シネベンチ R15 でだいたい 300CB ぐらい出るイメージだったんですが、だいたいこのような数値が出てきています。左下こちらの方が Core i7 の 2600K デスクトップの方ですね。こちらシネベンチではだいたい 600CB ぐらいは出るという状況なんですが、シングルコア762点、そしてマルチコアの方で2903点という風になっています。右下、これも比べるまでもない、比べちゃダメかなと思うんですが、僕が愛用させていただいているシンクパッド T14S Ryzen 7 Pro 4750U が乗っかってるやつですね。シングルコアの方が1094、マルチコアの方が5256という数値になっています。ですからまあこの左上の数値ね、低いのは当たり前なんですけども、だいぶ低いなと。どのぐらいの性能なのか、実際に使ってみないと分かんないかもしれないですね。まあ Ubuntu の方は割とサクサク動いてくれてるようですが、実際アプリケーションを動かしたらどうなるか、今後ちょっと使ってみないといけないなというふうには思いますね。はい、というのでね、今回いろいろチャレンジしました。だいぶ苦労しましたね。時間もかかるし、インストールできないし、こちらのゾーリン入れるのもね結構苦労してるんですよ。実は時間はかかるしね、急にシャットダウンしたりとか、まあ、やっぱりちょっと古いよねというのと、機械的にねガタが来てる部分がもしかしたらあるのかもしれません。少しちょっと使ってみて、実用性どうなんかなとっていうのをねちょっと測ってみたいなというふうには思っています。まあ、ゾーリン OS しか入れれなかったんで
ですが、まあ、今後もねいろいろチャレンジしていきたいなと思いますね。ということで今日はどうもありがとうございました。